皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ケケというものです。今回もポケモン BW2 ランダムマッチ対戦実況を行っていきます。まあダブルバトルばかりなんで、何か要望などがあればできるだけ答えていきたいと思います。何か要望があるようでしたら、リクエストなどコメントの方に書いてください。見つかりましたね。ソーガさん、よろしくお願いします。相手のポケモンはサンダース、タブンネ、マニューラ、メタグロス、テラキオン、エルフ。あ、また袋叩きの感じが来そうですね。そんなような気がするんで、どうしようかな。もう最初から飛ばしていきましょう。どうしよう。これいって、どうしようかな。感覚強いだな。今回のパーティーはニョロトノ、キングドラ、カイリュウ、ナットレイというメンバーになっています。では対戦よろしくお願いします。最近は負けていないので、まあ今回はどうかなと思いますね。最初から飛ばしていきます。もう相手の手持ちは分かるので、も大体予想通りですね。もう大体も分かります、こういうことは。なのでこのパーティーで行きました。冷凍ビームをテラキオンで、ハイドロポンプもテラキオンにも、早速もそこ潰していきます。もう袋叩きのコンボがめんどくさいので、相手勘で考える。入れ替えとかあるかな、ありそうかな。怖いな、入れ替え。入れ替えだけはちょっと怖いですね。もうエルフーンの追い風が多い。ああ、守る。あ、そっか。あ、そっか。守るんやった。忘れとった。うわ。忘れてた。ギガドレイン？なんで？なぜギガドレイン？追い風じゃない。なぜだ？なんでよ。じゃあもう一度狙っていきます。2回連続守る成功ってはってなりますからね、ちょっと。あ、いや、やっぱりニョロットの冷凍ビームでエルフを狙います、やっぱり。ハイドロポンプはテラキオンに。まさかの2回連続守るっていうのはちょっと怖いんで、どうなるかな。ハイドロポンプ来ましたね。普通に、おい、普通に当たりました。多分このテラキオン、タスキ持ちと思うので、あ、タスキ持ちじゃない。何持ちやったんや、一体。相手失敗してる。なんじゃこりゃ。相手完全に失敗してますね。脱出ボタン。なんじゃそりゃ。何考えてるんですよね、相手は。メタグロス出してきましたね。で、もう一体が、なんでしょうね。マニューラ。マニューラは、そんな大した技は持ってなかったはずなので、じゃ気合玉をマニューラに、もうとことんやっていきます。ハイドロポンプをメタグロスに。当たってくれたらいいけどね。猫だまし、どっちかな。あ、キングドラの方に。ちょっと厳しいけど、まあいいでしょう。バレットパンチ。なぜ？まあとりあえず、ニョロトの気合玉を当たらない。悪いですね、もう。じゃあもう一回同じことします。次は大丈夫なはず。素早さも多分勝ってる。スイスイだから。負けてたらびっくり。引っ込めた。エルフーンですかね。どっ
ちでもいいけどね。レッツエルフン脱出をマニュアル攻撃しても。どうせ多分倒れると思うんで。ジャメタグロスは一発で落としました。耐久あんまないですね、メタグロス。いつもなら耐えてくるはずなんですけど。デュエルフーンも落ちました。あ、九州はラッキー。ラッキーラッキー。今回ちょっと早いですね。次、最後は、何だっけ、あ、マニューラですね。最後、マニューラね。厳しい。くないか。まだ一体も死んでませんね、僕ら。私。で、マニューラも速攻仕留めたいので、もう気合玉打って、もうこいつは、もう流星群打ちます。やっぱり、降参ですか、やっぱり。対戦ありがとうございました。今回は圧倒的な勝ちでしたね。ちょっと時間まだあるので、もう一回します。ちょっと時間が残りすぎたのでもう一回続けてやりたいと思います。さすがにさっきのはかわいそうでしたね。ちょっといじめすぎましたね。もっとあっさりコンボを決められてこうやられるのかと思ったら相手はなぜかギガドレインというアホみたいなミスやってくれたの助かりましたね。あ、見つかりました。てん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 、なんちゅう名前。まあ、よろしくお願いします。相手は、ナットレイ、ピクシー、エルフーン、モロバレル。で、キューコン、クレセリア。ハレパなわけないやんな。まあ最初なんかエルフーンとキューコンが来そうな気がしますけど、どうしようかな。じゃあこの来ますか。ラスト一体、出しますか。久しぶりに今回のパーティーはニョロトの海竜キングドラでちょっと久しぶりに出したローブシンを出します。この動画の投稿としては初めてやな。ローブシンを出すのは初めてです。まあもうそろそろなんかローブシンを違うポケモンに変えようと思っているので多分これがローブシンのバトルが見れるラストチャンスかなと思います。クレセリア出しますか。ちょっと外れましたね。まあ、結果オーライじゃない。ヒデリやったら怖い。ヒデリだったら嫌だ。ああ、ヒデリか。ヒデリ嫌だ。ちょっとニョロトの控えます。ローブシン出します。あ、ローブシンかけてみます。ローブシンちょっとで竜の舞をちょっと待っときます。竜の舞ってダーッてちょっと海竜が踊ります。ちょっとローブシンに変えてもう一回雨降らしができるように。ちょっと厳しいんでね。さすがに日照りの状態でアメパは動かないんで、全然。もうやってられないぐらい動かないんでね。で、相手、瞑想、さっさと仕留めた方がいいですね、こういうの。早く仕留めないと暴走しちゃうパターンですね。ソーラービーム、光を吸収、すぐ撃てる。多分、ローブしに来ますね、これは。ノルトムだったんで。やっぱり。耐えてくれるでしょう。まあ余裕ですね。で、しっぺ返しを。耐えます。耐えるかな。あ、ストーンエッジを9個に。で、海竜の激鱗でちょっと暴れときます。何を引っ込めた？ウッドチ。あ、9個も引っ込めた。
どっちかわかんねえ。引っ込めるときが。ビクシー、うわ。で、クロセリアをちょっと、できるだけ削りたい。うわ、耐える。耐えるね。耐えちゃうね、かなり。やってられんぐらい耐えちゃうね。うわ、根性まさかの。根性なわけない。なんで火炎玉？なんでよ。なんで火炎玉？ピクシーなんか特性ありましたっけ？から元気か。どうやろう。わかりませんね、ちょっと。初めてなんで、ピクシーは。じゃあ、ハイドロポンプをピクシーに。ちょっと火傷ってるんで、ちょっと水で冷やしてあげましょうってな感じで。激輪、あ、入れ替わりなんですね、球根に。あ、ピクシー狙っちゃった。まあいいでしょう。混乱しても大丈夫。ラムの実があるから。で、混乱直して。ハイドロポンプが当たってくれましたね。ピクシー何の登場だったね、そのも。登場の理由がわからないですね。で、月の光、やっぱり回復しますね。雨やから、あんまり回復しないはず。やっぱり、よかったー。寝言も出して。多分、9本出ますね。このパターンでいくと。ん？違う。エルフーン。エルフーンですか。どうしましょう。入れ替える言うてもキングドラしかいないから。あ、別に大丈夫か。ちょっとキングドラ入れ替えます。で、これは、炎のパンチちょっと一気に仕留めたいと思います。エルフーンはとてつもなく邪魔なのでちょっと。クレセリアは多分そんな強い攻撃はしてこないと思うんで、大丈夫でしょう。あ、キューポンに入れ替えた。うん、別いいでしょう。入れ替えても大丈夫。炎のパンチが出ちゃうか。で、エルフーンが倒れたら嬉しい。よし、倒れた。よしよしよし。ちょ、時間もちょっと迫ってきましたね。で、これで、ニョロトムに入れ替えたら、もう相手はひねりの効果が使えない。これはとてつもなく嬉しいこと。だからちょ、キングドラをちょっとそのまま残して、ハイドロポンプで9個を仕留めて、海竜がちょっと入れ替えます。最後の鳥として海竜は必要なんで。これで相手は炎の技は弱なった。月の光もそんなに回復しない。守る。あ、守られた。うわぁ。なんかいろいろと予想された気がする。サイコキネシス。あ、耐えるでしょ、ニョロトムなら。余裕で。特防下がるちょっと厳しいですけど。で、キングドラはハイドロポンプをクレセリアに。こいつもハイドロポンプ、ダブルハイドロポンプをちょっと、打ちます。ん？相手どうしたんかな？相手考えてもね、コウさんが選ばれた。対戦ありがとうございました。まあ、2連勝という嬉しい結果出ましたね。まあ、この対戦を見た感じで、まあ、ローブシンがどれだけ弱いっていうことが分かったと思います。多分ローブシン次変えると思うんで、次から多分出てこないと多分思いますね。じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。では、さよなら。